白谷階段白谷の世界へようこそおいでをいただきました今宵お送りいたしますのは先週に引き続きまして踏切の音というお話の後編でございます 先週に引き続いてサトシさんという男性のトラウマにまつわるお話のその続きであります。一体どんなことがことのきっかけになったのかそれはぜひ前回の動画をご参考いただきまして。 一番上の兄貴がその不思議なことを体験してさ家族中しばらくその話持ちきりだったんだけどそれっきりになると思ってたんだよその時正直うん違った違ったな少しその話が落ち着いて かわいそうにまだ浮かばれずにいるのかななんて言ってた矢先だったんだよ。2番目のね当時高校生の俺の兄貴がさ、まあ、その高校生の兄貴は母屋だったんだけどまあ一番上の兄貴ほどじゃなかったけどやっぱり影響もあって。 結構そのバイクとか好きでさ自分でも乗ってたけどなんかカスタムしてたんだよなで割とその自分の部屋の中 DIY っつうのかなでそのバイクのパーツハンドルとかなんかそういうのインテリアで飾ってて。 で中でね一つその Y 字のハンドルってハーレーとかあんじゃんああいうののこういうバイクの Y 字型のハンドルめちゃくちゃでかいんだけどそれどっかから持ってきてで壁にかけてたんだよまあまあその高校生の兄貴がさあるがさ真っ青な顔でやばい やばいって何があったのその日の晩にまあその兄貴は部屋にベッドなかったから押し入れから布団出して敷いて寝る人だったんだけどいつも通り寝自宅整えて押し入れから布団引っ張ってきてでいつも通りだよ何にも変わったことないんだ普通に布団敷いてで夜 ここに着いた明かり消してうつらうつらっとしたタイミングだったらしいんだけど最初部屋の外かと思ったゴソゴソと人の動き回る足音がするうるせえななんだよ兄貴かな夢うつ,つにそんな風に思っていた 耳で聞いた音は確かに部屋の外のようにけれども体の感覚は違っていた勝手に心拍が速くなるのがわかるトク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 と鼓動が早まっていくのにかえって手足足先はスーッと冷たくなるような気がする。 何だ,だこれ騒いでいるとすれば兄貴に違いないと思っておりましたが音の出元はもう少し近くにするのでありますひとしきり騒動も落ち着いてて一番上のその大学生の兄貴は またた元通り離れに戻ってたんだけどだから2番目の兄貴もガタガタ聞こえるんだとしたら兄貴だよなってまあ俺割と静かだったからさそう思ってたらしいんだけど母屋と離れてそこそこ離れてるし言ったようにあの一件以来兄貴のところに友達訪ねてくることもなかったから。 兄貴が一人で部屋で何か大きな音を立てるってそれも考えづらいんだよ布団に入ってもううとうと来てたタイミングだから、まあ、本人も言ってたけどきっとぼんやりしてたんだよなだけどうるさいなって気になったところからだんだんこう意識が冴えてくるっていうのかなそうするうちに今言ったようなことがだんだん 兄貴でもないし親でもないしいやそれよかさ音は外からじゃなかったらしいんだよ。え<っ>うん。意識が冴えてきてき 注意深く聞いてるとそのガタ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 いう音ってのがどうやら自分の部屋から聞こえてるって言うんだよそれほど大きい部屋じゃないんだあれ部屋の中から音がするそれに気づいた時心なしかああ、ああそうか あ地震だ,地震だと思った音ばかりじゃない部屋全体が時々激しく揺れるような感覚があるこれは危ない古い建物でありますし大きな地震になればというそんな思いもあったでしょう その高校生のお兄さんは揺れが激しくなる前にと思って布団を起き上がろうとした「起き上がることはかないませんでしたなぜなら今起き上がろうというその刹那 という大きな音とともに力を入れた上半身を上からガサッと押さえつけるような力がかかったなんだ <laughs> 上から押さえる力というのは強烈な重さを持って自分のちょうど首元を 声が出ないばかりじゃない、息ができない。頭の中が真っ白になりました。このままでは自分は死んでしまうと、それほどの恐怖を覚えた高校生のお兄さんは、力いっぱいその暗闇の中、上から押さえつけているものを、ドーンと弾き飛ばした。ガダーンという大きな音がして、 慌てて起き上がって明かりをつけてみると彼の首を押さえつけていたであろうものが少し離れた壁際に転がっていた壁にかけてあったインテリアの Y 字のバイクのハンドルだったって言うんだよ。 落ちてきちゃったのそのハンドルさ壁にかかってたんだよ兄貴の寝てた布団って部屋の真ん中でさどの壁から落ちてきても まあそのハンドルの一部がぶつかるようなことがあっても真上にかぶさってくるってことはまず十中八九ないんだよ真上からそうもし真上からそのハンドルが兄貴の首を押さえつけたんだとすれば 百歩譲って天井だよな。天井に、ちょうど兄貴の寝ている真上に、吊るしてあったりかなんかすれば、落ちた拍子でそんなことになるかもしれない。でもハンドルは天井じゃない、壁にかかってた。それに兄貴が言うには、 起き上がろうとしたその自分の体を上から押さえつけるような力だったって言うんだよ確かに割と大きいよ Y 字のハンドルだからだけど上に乗った後からまるで体重かけてグッと押しつけるようなそんな感覚があったって言うんだよ威勢のいい高校生ながら 朝そのことを話しながらそのお兄さんうっすらと目に涙だったそうですその話を聞きながらしさんは「ああ次は自分の番だと」と何かそのような思いが生まれたそうですこのうち中にまだいるっていうかな なんでうちに来てるんだよと思ったんだけどあんな時って理屈じゃないんだよな一番上の兄貴のところに来て二番目の兄貴のところに来て次が俺だえなんでお隣さんかああごめん」言うの忘れてた 確信があったあったんだよ。その2番目の兄貴がハンドルで首を押さえられてびっくりして起き上がって明かりつけた時にやっぱりとっさに一番上の兄貴のことがよぎったらしくてすぐに時計見たっていうんだよ。 1時34分だから次俺だなと思って夜中がさしばらくのうち怖かったんだけど気張ってるうちは何ともなかったんだよな少し時間も経って家の中で気配があるとかさ そういうこともないし大丈夫かなと思ってたんだよいつまでも目に見えない何かに気を奪われているわけにもいきませんまた時間というのは良くも悪くも何か一つの出来事を薄くしてくれるというようなその日は さん学校帰りに財布を握りしめてレコードショップへその当時大好きだった某女性歌手の新しい CD の発売日でありました中学生ですから CD1 枚買うというのもなかなかのそれでもどうにか1枚確保できまして お家に帰ってくると早速それを聞くつもりでおりましたがなんせ放課後のことでありますし時刻は夕方から後晩ご飯できたわよ早くお風呂入ってしまいなさい宿題は済ませたのなんてやっているうちにすっかり夜も更けてまいりまして早く CD を聞きたいと思っていたのにこんな時間になってしまったといや 何としても今日中に聞こう当時お部屋にございました CD コンポに CD をセットしようとすると今度お兄ちゃんから「おい一緒にゲームしようぜ」なんと声がかかる結局もういいだけ眠くなっちゃってさやっと 夜中になって CD 聴けるタイミングができてまあ次の日にすりゃよかったんだけどさ待ちに待った CD だったから早く聴きたくて今日中に聴こうってそれで再生ボタンを押した CD コンポですから。 CD をセットして再生ボタンを押すとボリュームの表示がもともとのデフォルトでしょう20に設定されておりますところがいつまでたっても音楽が聞こえてまいりません電源は確かに入っているのにおかしいなと思ってね わわざわざ最初にそんな長い無音を作るっていうことも考えられないしボリュームは言ったようにもともとの設定の20になってるし20って言ったらそこそこ音聞こえるからさ調子悪いのかなと思ってちょっと待ってみたんだけど。 いくら待っても音楽かかってこないしさ一旦 CD 取り出して表裏確認してデッキの方も確認してそれで CD 入れ直してもう一回再生ボタンを押したんだよそしたら今度普通に音楽かかってまあ音楽かかってっていうか 最初聞こえたのはドラムのリズムを刻む音っていうのかなでもすごい小さいんだよでその音が同じリズムでずっと聞こえてていつまでもメロディー始まんないなと思ってたら何も操作してないのにさ 急にボリュームが上がるってことは当然そのコンポのデジタル表記のボリュームが動いていくんだけど一切触ってないのよリモコンももちろんデッキ本体もだけど上がっていくんだよボリュームがそれに合わせて音がどん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 上がっていくんだよ最初20だった表示が212223と。 どどどどん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 上がっていく操作していないのにこれはどういうことだろうと思いながら聡さんはもう一つ聞こえていたのがドラムのリズムでないということが分かるボリュームが大きくなっていくにつれその音の正体が 電車の走行音だよ CD かディ d から CD からっていうかコンポからタタン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 カタン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 ,タン,タン一定のリズムで遠くから 電車が走ってくる音がする。さあ<ー>、土地の毛が引いて、見ちゃいけないと思いながら、サトシさんは、液晶に表示されている時刻を確認した。はっ 目の前まで来てるなっていうぐらい電車の音が大きくなってその時コンポ液晶に表示されてた時刻0時34分だったしさんは もうデッキそのままに部屋を飛び出して、まずい。俺んところにも来てる。今来てるんだ。今日買ったばかりの CD をかけたら、音楽なんか聞こえない。その代わりに、あの踏切そばで聞く電車の走行音が聞こえる。そのことに気づいたのが0時34分だ。 とてもじゃなないいけれれど一人で部屋に戻れない「今そのままになってるから来てくれと」とけげんな顔をする家族に事情を説明して無理に部屋まで引っ張ってくると一切操作してないんだけどトレイが開いてて CD が表に出てんだよ。 それどころかさ電源がコンセント根元から抜かれててじゃあ俺何であの音聞いたのかなってそれから苦手になっちゃったな 深夜0時過ぎると34分に何かあるんじゃないかってそんなふうに思うとそのタイミングは時計見ないようになっちゃったしそれどころか俺がその好きだった女性歌手の歌その歌とかその歌手の名前聞くと思い出すからなんだか嫌になっちゃってな。 それからトラウマなんだよもうわかるだろう隣の娘さんいろいろ分かって隣にパトーカーがついて騒いだのは朝だったんだけどさ 前の晩から姿見えなかったんだよ。おそらく飛び込んだのは。その日の。深夜零時三十四分だったんだろうな。 それにしてもなんで俺たち兄弟のところにだけ姿を見せたのか何かしに来たのかは理由は全く分かんないよまあ実際の体験なんて結局訳が分かんないなんていうことの方がざらなんだろうけどおかげでな そっから深夜とその音楽がトラウマになっちゃったな智さん飲んでいたハイボールのグラスをカラカラと揺らしながら最後少し寂しそうに笑われたそうです。 何が起因してトラウマになるかそれぞれでありましょうけれど中にはこうした体験が元になって何かが苦手になってしまうということがあるようです藤さんがおっしゃるように時に実体験は理不尽に恐ろしい思いをすることがあります普段聴いている音楽 よく聞いてみればその向こうに別の音楽しくお話ししている輪の中で耳慣れない一言が入ってきたらすでにその理不尽がそばにいる証なのかもしれませんわっ 今宵も最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございますよろしければチャンネル登録グッドボタンお願いを申し上げます先週今週と2週にわたってお届けいたしました踏切の音というお話でございますさて、えー、私の住んでおります東京はちらほらと桜が咲き始めました春でございますね、えー、今月もう明日になりますけれども 大阪にお邪魔をいたします東西階段語りの夜県点会期ということで一日2ステージというような講演内容になっております当日券もきっとあると思いますので今からでもお城田に来るんだったら聞きに行こうかなと思っていただけた皆様ぜひぜひ足を運びいただけると幸いでございます、まあ、その後もですね3月は名古屋にお邪魔したり4月に入りますと北海道にお邪魔したり この北海道の4月9日の「北起団走行」というこちらは昼夜50名様ずつのご案内で来場予約完売していたんですが会場様のお取り計らいで急遽各界5名様ずつ、えー、お席の増席が決定いたしましたのでおっお席増えるんだったら行こうかなという北海道界隈の皆様遊びに来てくださいそして4月はですね23日でございます。 えー、2020年白谷初めての全国アンギャということであちこち回らせていただいたそのきっかけを作ってくれた基礎会さん主催で大阪での独演会がございます再開というタイトルなんですけれどもこれ前回のね、えー、全国アンギャのタイトルが開講でございました同じ字が入ってるんですね何か 気になりますですねというまあその4月23日の大阪の独演会なんですが新西橋の門田さんでやらせていただきますお席まだまだございますぜひぜひこの機会に白谷の生の会談話 お楽しみいただければ幸いでございます宣伝続きで恐縮でございますけれどもそんなこんなで3月も4月もでまたその先もですね白谷生の公演あちこちにお邪魔して語らせていただこうと思っておりますご都合ご予定よろしい折にはですねお友達ご家族様も皆様お誘い合わせの上たくさんでお越しいただけると嬉しいです そして、えー、おかげさまでこちらのチャンネルご登録9万1000名様を突破いたしました、えー、近くありがとう生配信をさせていただきたいなと思っておりますので、えー、こちらもぜひぜひ要チェックでお願いいたしますまた月曜水曜土曜と新チャンネル聞いてすぐ白谷節会談えい、ー 奮闘中であります毎回たくさんの素敵なゲストの方にお越しいただきましてこちらのチャンネルとはまた一味違った趣向になってございますこちらも併せてチャンネル登録また高評価賜れますと幸いでございますそれではまた次週元気にお目にかかりましょうまたね